飛び出せ学生支援 TV。 仮装するんでね。そうですね。あこね、はい、何をあの、じゃ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 、本日マッチミーナ候補生という助けをかけて登場です。私今マッチミーナ2014オーディション参加中なので、皆さん協力お願いします。 CM だよ。ダメだ、今年も落ちるのか。ついに俺は幻聴まで。愛ちゃんが来た。マイ、新しいカラオケボックスできたから行こう。行く。やっぱり告白なんてできない。こうやって見守ることしかできないのか。ぶつけ、あかん。ああ、もうついに現状まで聞こえてきた。Produced by Rockers Incorporated. 飛び出せ学生支援 TV。 頑張れ学生、エンタメチャンネルボリューム。さてエンタメチャンネルでございますが、はい、はい、12月に開催される学生支援 TV スペシャルライブですね。はい、はい、オーガナイザーのリセさん。はい、オーガナイザーを覚えた言葉。覚えたかい？調べた？大丈夫です。分かってきた？よかった。はい、はい、じゃあね、結果じゃないや、経過報告をしていただきたい、させていただきたいと思います。まずはですね、はい、今日一人
なんとゲストをお呼びしました。おい、はい、最近いい働きするじゃん。出演してくれる方2人目が決定しました。はい、でまずはお呼びしたいと思います。鈴木優太さんです。どうぞどうぞ。はい、どうぞ。こちらど真ん中にからのダン。おお、そういいね。今回ミュージカルでご活躍されてる大学3年生ゆうたさん連れてきちゃいました。素晴らしい。どうぞお客席いただいて。それでは簡単に自己紹介してもらいましょうか。はい、ミュージカル劇団ゼロキッズのエース的存在の大学3年生鈴木ゆうたです。よろしくお願いします。お願いします。将来は歌って踊れるような楽しい楽しい数学教師になりたいと思います。ほら、はい、ちょっとまずキャラが濃くてびっくりしたんですけど。ちょっと整理していいですか。はい、ミュージカルの方、はい、今ミュージカル劇団のゼロキッズさんに所属してらっしゃるところですよね。はい、ゼロキッズさんどんな劇団ですか。まあ、あの小学生、あ、今あの、まあ、幼稚園とかもいるんですけど、はい、そこから、まあ、大学生までの幅広い年代が揃っているような劇団なんですよ。でも学生を中心としたメンバーで、はい、で今大学？大学3年生。3年生、はい、じゃあもうかなり上の先輩ですよね。そうですね。だからエース的な存在という、はい、まあ、的な。エースだよね。エース的。エース的。エース的。はい、若干謙虚さを残した感じで。はい、ちょっとリサちゃんも正解紹介してくださいよ。そうですね。あの今回ライブをやるにあたって、はい、やっぱりちょっと音楽のジャンルを広めたいなと思いまして、広げたいなと思いまして、それで今回ミュージカル界の方をお呼びした次第でございます。幅広いでございます。幅広いでしょ。そう、今回ね、そう、お一人ではなくミュージカルのグループのメンバーの方と一緒に出てくださるということで。何人ぐらいでやるんですか。そうですね、一応、まあ、規模としては40人ぐらいいるんですけど、まあ、やっぱりそのステージの関係もあって10人ぐらいで歌いかなっていうふうに思ってます。あ、10人ぐらいでコーラスというか。そうですね、はい、あ、これかなり見応えがある感じなんじゃないですか。そう、もちろんやっぱりハモる感じで。そうですね、その綺麗なハモり期待してください。楽しみですね。さすがエース的な素材ですか。はい、その劇団はこう既成のミュージカルやるんですか。オリジナルのミュージカルはですね、なんか昔は規制もやったみたいですけど、今はもう本当ここ10年ぐらいはオリジナルでやってるんですよ。ミュージカルオリジナルってかなり大変ですよね。うん、そうですよね。あ、そうそう、エナちゃん私もミュージカルいくつか、はい、出演。規制のミュージカルというか、あ、規制のミュージカルもあるし、そうじゃなくてオリジナルのもありましたね。大変ですよね、お芝居の台本プラス歌を作ってっていうことになってくるんですね。なんか台本作りからやっていくんで、やっぱり2年ぐらいは、まあ、使わなきゃいけないかなって感じになっちゃいますね。2年1つの作品来る。すごい。え、どういったとこで公演なさってるんですか。あの、なんかあの1000人ぐらい収容できる中野ゼロホールっていうところあるんですけど。大きい、大きい。大きいですね。まあ、そこの中野ゼロホールで、まあ、あのやっていて。はい、うん、すごい。1000人キャパで埋まるんですか、お客さん。そうですね、なんか、まあ、ちょっと自分不安だったんですけど、うん、まあなんか、あ、埋まるんだみたいな感じで。え、結構満員ですか。はい、満員だった。すごい方なんですよ。このなんか軽い言い方なんか埋まるのかなって思ったら埋まるのかな。あれ、嘘はダメだよ。いや、嘘はついてない。あ、本当に。でも、ゆうきくん、はい、私も一回見に行ったんですけど、見に行った、すごい人いっぱいで楽しかったです。すごい、やるじゃん、やるじゃん、やるじゃん。え、そこまで聞いたらちょっと聞いてみたいよね。ちょっと歌とか歌えますか。じゃあちょっとオリジナル曲でいいですか。やったー、森松部に。あ、じゃあお願いします。じゃあ、立ってもいいんだよ。立ってもいいんですよ。はい、じゃあ皆さんご清聴ください。はい、じゃあサビからいきます。見ようよ、ほら見えるよ、空の向こうに君の明日が。目を閉じるな、耳を澄ませ、大きく翼広げて、風に向かい空を駆ける、鳥になれ。イエーイ。綺麗な声だ。素晴らしい。キャラに似合わず綺麗な声じゃないですか。ひどいこと言うじゃないですか。失礼です。
あ、素敵ですね、うん、なんかちょっと心がこちらも綺麗になるような気持ちです、うん、はい、なんか、うん、鳥になりたい感じがなってしまえばいいのにもう飛んでしまいたいわ羽ばたこうなるほど、じゃダンスもやるんですか、ミュージカル。そうですね、ダンスもやりますね。え、どういうジャンルなんですか。まああの、まあ普通になんか J-POP とかで踊るような、まあそれじゃ J-POP で踊るような。そうですね。まだ振ったら踊ってくれそうで怖いんだけど。あの要望に答えて振りましょうか。やりますか。やりますか。ギター。やる。踊っていただいていいんですか、この。おやりますか。やりますけど。やった。今日はすごい回ですね。ちょっとこんなにね、すべての要望を受け止めてくれるゲストはなかなかいないですね。すごいすごい。サービス精神が素晴らしいです。楽しみ。これ手拍子がいいです。手拍子。あ、じゃあの。じゃあ EXILE の EXILE の、これ一緒の方やりましょうか。これ J-POP いらない、いらない、いらない。じゃあお願い、鈴木内さんのダンスどうぞ。いきます。ファンファン、すごいすごい、なんか狭いのに。そうでしたね。ちょっとここまでだとは思わなかったんですけど。いやいや、爆弾だね、これは。いや、先ほどね、一応ね、あの前打ち合わせさせていただいてて、初めましてのご挨拶してるときは、もうなかなかね、いや、僕そんな喋れないんだね、カメラとか本当ダメなんだみたいな。あれ、この人の変わりぶりはなんだ。二重人格かのようですよ。ね、すごいびっくりしますよ。びっくり。初対面今みたいな。そうそう、なんかすごい向いてらっしゃる感じ。楽しみですね。ですね。本当に。もうなんか私も知らなかった一面が見れました。びっくり。これじゃあライブはもうだって踊って両方だった感じで、はい、すごく楽しみです。あの実は私も学生時代ミュージカルやってたんですよ、っていう経緯があって、実はミュージカル愛してるんです。だけどミュージカル嫌いな方が多いじゃない、結構毛嫌いしてる方が多いじゃない。まあ、かくいうこの人もそうなんですけど。いや、なんで歌い出すのいきなり。そうそうそう、だから言っちゃうんだけど、うん、でもちゃんと見てくれた時になんか心動く部分もあるんじゃないかなと思う。いやでもね、あのね、僕はね、鈴木くんのミュージカルだったら見てみたいと思って。私も思った、うん、私もだからちょっとこの機会にね、普段ミュージカルに慣れてない方々にもミュージカルをちょっと布教してもらおうと思って。そうですね、やっぱミュージカル少ないですからね、そうやる人が。じゃあミュージカルの良さ語ってよ。ミュージカルの良さですか。うん、やっぱりなんか、まあそのまあ、一応自分のところはその創作ダンスやってるんです。創作ダンスというか創作ミュージカルやってるんですけど、うんうんうん、まあ、その時に、まあ、一から作るわけであって、やっぱりそのみんながどういうミュージカルを作ろうかっていうのをまあやっぱ最初に考えるんですよ。でそれをまあみんなで作り上げていく。でその集大成で、まあ、集大成って言ってもやっぱミュージカルだったらそのなんかドラマとかみたいに区切り区切りできるじゃないですか。だからその本当その一日のためにまあ積み上げていくっていう、やっぱそういうところがミュージカルの魅力じゃないかなっていうふうに思います。おー、いいこと言ってますね。やるじゃんよ。いいこともないし、何全部持ってってるじゃん。ちょっとコメントにも触っていいですか。はい、まちみや可愛いっていうコメントありがとうございます。なんだなんだ、パンつけましたね。はい、まちみやね。あのね、物申しいいですか。関係ない。呼び捨てるな、笑っていう、ありがとう、そこでなんかわかんないけど、ありがとう。なんですか、呼び捨てでも。で、なんだっけ。ちょっと話変えちゃったよ。いや、まあ、じゃあ本題に戻して、はいはいはい、で、何、その、歌って踊れる数学教師になるんですか。そうですね。そこもまた突っ込む、面白いなと思いますよね。え、なになに、あの、数学を教えながら 踊って教えるとか。そうですね、なんか踊りながら、まあ楽しくできればいいかな。あ、でも楽しいですよね、数学の時間とかにこうちょっとくるっと回ってからカンカンカンみたいな。いいですね。例えばどんな感じで。あの、例えばって、まあこういう風に、まあこんな感じでシュッとやって、まあルート書く。俺まさかやってもらおうとは思わなかったんだ。やってくれるんだ、やってくれる。すごい。無限、無限で
でもこの前数学教えてもらったんですよ、ちょっとおらすごい分かりやすくて、おらそう、なれるなと、うん、絶対教師の資質があるじゃないですか、すごい、うんうん、高校生に言われてますよ、嬉しいですね、おかげで明日のテストがうまくいきそうです。本当か言ってみた、明日テストなの、明日テストです素晴らしい、めっちゃ楽しみだな。数学教師、私作った歌があるんだけど、その、はい、即興ですか？それはすごいすごい、いきなりぶっこんでこないでください。授業中にやってほしいやつっていう、こう、ね、黒板書きながら数学教師。何ですか？どんなんですか？ルート、ルート、ルートっていう。なんか、なんかパクってる感じ、ね、なんか聞いたことある感じ、ね、違うじゃないか、違う違う遠くで丸が見えたんだけど、あ、丸丸丸丸丸丸違うまさかそれをぶっ込んでくるとは思わず、嘘、うん、いや、やってみたい、そんな先生欲しいなと思って、あ、じゃあ、あの、それをネタにね、将来、そうですね絶対しないですね、これダメっぽいですよ、何か、客層の受け答えからの笑ってごまかす説って言ってうふんっていう感じで、はい、じゃあ、ライブ参加されるということなんですけど、うん、はい、あの、ね、そうですね、うん、参加するにあたって意気込みとかお聞きしてもいいですか、うん、やっぱりこのライブを通してまあそのミュージカルやっぱ少ないじゃないですか、やる人は、ね、だからそのミュージカルの魅力を一人でも多くの人に伝えられたらいいかなっていうふうに思っています、よろしくお願いします、やったいや、なんかこう、いいですね、こうキャラクターすごいよね、こうなんか熱いようで軽いようでよくわからない感じの、みせ、今回自分で呼んどいてびっくりしてますなんかまさかこんなに、こんなに素晴らしい人だとは思わなかったもうなんか思ってたんだけど、なんか、なんて言うんだろう、ステージに立つと変わりますね、あー、そういうタイプだったんですね、びっくり、うん、すごい楽しみだ、そうかもしれないですね、じゃ結構ミュージカルの時ももうキャラが違うんですね、きっと、まあそうかもしれないですね、え、どんな役柄が多いですか、いや、なんか前やった時は、あ、けどなんか結構自分のキャラと合ってる感じがするんですよね、結構なんかおちゃらけたキャラだったりとか、あ、おちゃらけ、多い、ね、結構主役をやってらっしゃること多いって、まあ結構目立つ役やってるかもしれないですけどさすがエース、おー、エース的存在、さすがですよ、じゃあちょっと他にも出演者募集してるのかな、はい、そうですね、じゃあちょっと告知もして、 OK、 では行きますよ、はい、じゃあこちらのゆうたさんも出ていただく12月15日日曜日の学生支援 TV スペシャルライブ、今学生シンガーを募集しております、まずですね、学生を支援するっていうことを目的に開催するライブなので、歌が歌いたいなとか歌手目指してるんだっていう方、とにかくライブやりたいなって方は学生支援 TV のホームページに、応募フォームっていうのがあるので、そちらを見ていただいて応募していただけると嬉しいです、じゃんじゃん募集待ってます、はい、はい、じゃあ鈴木優太さんも参加される学生 CTV スペシャルライブ楽しみにしてください、はい、次のコーナーは男子学生必見のコーナーだぜ、そうです、 CM の後です、志望校は決まってるのか、もちろんですわ、どちらです、私ども偏差値の高い大学にしか興味がございませんですの、偏差値ですか、偏差値の高い大学に入っておけば将来何かと有効でございますでしょう、その他に何か教育上を大切にしてらっしゃることはありますか、その他ですって、先生、受験生にとって偏差値より大切なことが一体この世の中にあるでしょうか、私の頃なんか偏差値の高い大学に入れば就職は余裕しゃくしゃく、それに今のうちにうんと頑張っておきたいすれば大学に入ってから多少遊んだら単位ぐらい取れます、お母さん何時代遅れなこと言ってるの、偏差値だけじゃ今の日本を渡り歩いてはいけないの、簡単に諦めない辛抱強さや円滑な人間関係を作り上げられる柔軟性、多様化される社会の中でも埋没しない個性、つまり人間力を高めることが一番に求められているのよ、私の行きたい大学は偏差値だけじゃ決められないの、学歴社会は終わったのよ、あなた、いつからママに口ごたえを、あ、お母様、ご安心ください、僕たち今学生支援 TV がついていますから、学生支援 TV? そう、学生の未来を応援してくれるインターネットテレビ局、それが学生支援 TV です。学生支援 .TV Produced by Rockers Incorporated 飛び出せ学生支援 TV 中村優希が行く学園調査隊
バイバーイ、はい、これですか、その男子学生必見と先ほどおっしゃったコーナー。はい、やっぱさ、メンバーの中で、うん、まあ、今日鈴木くんが来てくれてますけど、うん、男子学生、僕しか男子学生じゃないと思ってここ間違ってる、ここから間違いがあれも気分が乗っちゃってるもんで、ね、いや、リスンの虫にもそうそうそう、五分の魂できた、ね、男子が一人ということで男子学生のためにですね、調査しなければならないなってずっと思ってたんですよね。何をですか。そしたらですよ、うん、そしたらメールが来たんですよね。ほう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 、依頼調査の逆じゃないかな、調査依頼の依頼調査はい、メールが来たんです。とりあえずもうちょっと私全員の国語の先生みたくなってるんだけど本当にもうはい、調査依頼のメールが来たんですよ、はい、やっと来たんですよ、うん、で、それを調査してこようと思いまして、はい、またまた僕この格好で大都会に出てきましたが、大都会どの辺にですか。大都会はですね、やっぱ大都会っつったら東京、原宿、渋谷、新宿、バラバラ池袋、あ、違う渋谷なんです。おーい、はい、まず何を調査してきたかっていうのをですね、全て VTR にまとめてるんで、まずは見ていただきたいと思います。見たい、はい、楽しみ。では VTR スタート。そしたら来てくれそうな方がいて、その人は大学生の人なんですけど、今度は22日だ、うん、に、うん、一緒に。お疲れ様です。これ、お疲れ様です。これを。私ですか。いや、中村ゆうきさんで。中村ゆうきくん。はい、なんか来たよ。俺ですか。読めんの。はい、読んでください。はい、ペンネーム、あきてんどんさん、こんにちは。体調に調査してもらいたいことがあります。お、ズバリ、どんな男がモテるのかです。イケメンでもないし、成績も普通なのに、僕の何倍もモテる男友達がいます。なんで彼がモテるのかよくわかりません。女の子にモテる男とは一体どんな男なんですか？世のモテたい男子学生のためにも調査お願いします。おー？調査依頼。調査依頼です。あ、来た。いいじゃないですか、来ましたね。これ来ましたね。来たからには調査を受けるのが中村ゆうき。はい。ということで隊長、これ調査してきてください。わかりました。行ってきます。中村ゆうきが行く学園調査隊。はい、あきてんどんさんからの依頼ですね。モテる男とはどんな男なのかという調査の依頼を受けて、僕ら学ラン調査隊またここ渋谷に来ました。はい、僕ら学ラン調査隊のですね、スタッフが総力を挙げてですね、このモテる男はどんな男なのかっていう項目を10項目厳選してきました。ただこれ僕らの独自の調査なんで、実際の女の子たちはどんな男の子がモテるのかっていうのをちょっとこのフリップで聞いていきたいと思います。では調査していきたいと思います。じゃあアンケートをしていただきたいんですけど、あ、女性の変化にすぐ気がつく子、例えばどういうこと？なんかちょっと前髪切ったとかも、うん、外見も含めなんかちょっとテンション落ちてるなとか、うん、そういうところを感じ取ってくれたら嬉しいなって。なるほど、おしゃれ来ました、外見やっぱりシンプルでもいいんですけど、うん、なんか自分に合ったものをなんか着こなしてほしいかなって、それがおしゃれって感じです。顔とか関係ない。そんなに。そんなに容姿は気にしない。あんまり気にしないです。あー、いいね。多分依頼してくれた男の子すごい喜んでる。頑張ろうと思うね思えるよねはい、ありがとうございました。はい、じゃあ女子高生2人組に来ていただきました。よろしくお願いします。海、これかな。あ、独特な雰囲気があるのがいい。うん、うん、あー、やっぱりリーファースト、うん、彼女独特な雰囲気がある。独特な雰囲気って例えばどんな感じ？なんかさ、個性的な人と違う感じの人で、レディーファーストを貼ってもらいましたけど、はい、
レディーファースト、なんかさっとドア開けてくれたりとか、椅子引いてくれたりとか、なるほど、好きです。いいね。はい、じゃあ元気な3人組に来てもらいました。よろしくお願いします。まあスポーツだよね。スポーツ、ノリ、ノリがいい人、これは絶対にあのないとダメだよっていうのはあります？絶対にないとダメだよ。ノリ、ノリ、ノリが良くて面白い。これどういうノリ？なんか面白い人が好き。面白い人が好き。これえ、やっぱスポーツですよね。スポーツ、ちなみにどんなスポーツをやってる男の子がいいですか？バスケですね。例えばほら草食系だったりとか肉食系だ。草食は無理ですね。あ、肉食系あの筋肉がある程度ある方がだからバスケだ。そんな感じ。スポーツまあやってる人がいいです。文化系はちょっと。レディファースト、レディファースト、レディファーストは例えば、例えばどういう、え、どうしよう、待って、いい感じ。あのデートとか行った時に車とか来たら、うん、ちゃんと、あ、なるほど、車道側を歩いて。そんな感じ。そんな感じ、そんな感じですか？元気な女の子でした。ありがとうございます。はい、というわけでですね、街の女の子たち生の声を聞いてきました。この結果ですね、スタジオの方で発表したいと思いますので楽しみにしてください。では調査隊終了いたします。中村優希が行く学園調査隊。はい、いや行ってきましたね。どうでした？なかなか今回まとまりが良い調査な気がしましたよ、私、うん、そうなんですよね。で、なんかニコ今ニコ生のコメントが来てたみたいなんですけど、はい、結局は顔じゃね、わらっていう違うんだよ。そこで中村ゆきが答えてくれる。違うんだよ、顔じゃないんだよ。結局違った、うん、結論は結論、結論はですね、やっぱね、内面が多い、内面が多いんですよ。で、あのさっきのシール貼ってもらったやつですね、うん、実際のはい、あ、すごい、これなんですね。皆さん見えますか？これ何人ぐらいに調査できたんですか？これ延べ、70人。お、すごいじゃない。はい、大丈夫、はい、これうちはスタッフなしでやってますから、はい、ほぼほぼ自分とカメラマンの山本 D と2人でやったの、はいはい、偉いね。あの たまに、キモいって言われたらいい。まあこれ毎回のことなんですけど。キモいってひどいね。はい、で結論、結論で結論なんですけど、うん、これね、やっぱあのパッと見分かりますか、この、7番のノリが良くて面白いっていうのがダントツだったんですよね。これはね、今のね、これ風潮ですよ、これ、うん、なんかあの笑い芸人ぐらい面白い人がいいとか言う人もいたんですよ、うん、もう最近本当思うけど、かっこいい人よりも面白い人の方がモテますよね。そう、そう、一緒にいて楽しいとかじゃないですか。そう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 、そう、そう、多分なんかかっこよくて口下手な男を昔モテたと思うけど今流行らないですよね、うん、多分。どう？そうだね、私はそっちの方が好き。もともとほぼないこと言う。リセリセ口チャックあれ、まあまあ、もうちょっと後でやせ。まだ続きからね。はい、まだ続きますね。はい、今のなかったことに皆さんお願いします。なかったことにしてください。カットで、はい、カットですよ。で、まあまあ次が、あのやっぱ趣味が合うだったりとか、あー、話が合うんですよ、多分、うん、そう、で、スポーツが得意とか。スポーツ得意な人って好き？じゃあ、あれ、それ聞く人は間違ってますよ。えなちゃん、どうかな。そうですね、やっぱなんか勉強できる人もいいなって思うんですけど、スポーツできる方がなんか輝いてる感じしますね。なるほどね。だって、いや、ちょっとスポーツはちょっと苦手そう。ちょっと球技できないんで。あ、球技できない。あ、でも足は速いとかある？あ、なんかもっと陸上だったんですよ。かっこいいじゃん、陸上。スポーツできるじゃない。でも陸上しかできないともダメです。いや、かっこいい。いや、いいじゃないですか。あれ、ちなみに勉強が、はい、あの得意な人っていうのも1票入ってます。ああ、いや、ちょっと嬉しいですね。いいね、勉強できる人。ちょっとその人狙いに行きます。狙いに行きます。ちょっと危ない肉食系箱に。ユニもサッカーできますね。あの、サッカーずっとやってたんで。それでモテた口だよね。そう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 、そうって自分で言うのはあれですけど。サッカーやめた途端、あの、何にもなくなりましたよ。私、文化系の方が好きです。あら、わかります。フォーガーって言ったらあれだけど、わかります、ね、私スポーツだけみたいな人よりは勉強だけの方がどっちかいいって言えば、まあ、勉強だけの方がまだ好き。
ただの欲言えば両方できた人かっこいいですけど、まあ、まあ、確かに元も子もないけどね。確かに。でも私あんまスポーツマン派じゃないんですよね。だから何みたいな。はっきり言いなさい。誰もねコメントが言えないっていう。自分で突っ込ませない。私独特な雰囲気のある人っていうのが、はい、あったじゃないですか、今後に、うんうん、結構ね、これからね言ってくれると思うんで。ありがとうございます。多分ねちょっと言わせてあげて。そう、まあせっかく出たから、ちょっと今段取りをね変えられてね、ちょっと焦ってますよね。独特の雰囲気がある子っていう子を選んだ子っていう子は独特な雰囲気がありました。あ、やっぱ似た者同士ってことですか。似た者同士が好きな人っていうのはやっぱいるよね。でも確かに服装とかも結構こだわり強いなっていう女性とこだわり強いなっていう男性のカップルっていますよね。うん、そうなの。あ、そりゃ君ら合うわみたいな、うん。で、僕がですね、この秋天丼さんから、うん、あの依頼を受けて、秋天丼さんに言いたいことは、あのこの外見とかおしゃれとか、うんうん、そういうことじゃなくて、ここのね、下の方を頑張ってほしい。言って言って。まあ、女性の変化にする気がつくとか。おー、これいいね。で、頼りがいがあるね。あ、頼りがいは欲しい。うん、で、メールが豆だった。これ、努力すればできることじゃない？まあ、メールが豆とストーカー的な多すぎるメールは違いますからね、気をつけてください。まあまあ確かにそれは大きいらいいってもんではない。そこは間違いないでほしい。でそういうところ、男気っていうのを、うん、しっかりあの勉強してくれればくれればっていうか、勉強したら、うん、モテるんだと思う。多分ね、その友達はね、そういうところがあるんだと思う、うん。でも本当になんか、かっこよくないけどなんとなくかっこよく見えちゃうような人っていますよね。そうなんだ。学校でもいますよね。いますね。なんかピアノできたりとか、そういう。ピアノができる。あ、ピアノ男子ね。ピアノ男子結構いいよ、ね。特技とか持ってるといいですよね。特技ありますか？特技ですか？歌って踊るんですか？歌って踊る。そんからですかね。そっか、あれでモテるかな、はい、どうかな。どうですかね。でも恋愛の方はどうですか？恋愛の方はやっぱり、まあ5回ぐらい振られたことあるんで。5回ぐらい振られたことあるんで。5回なんて大したことない。それは5回は5人ですか、それとも 5回ですか。221です。221なんかのフォーメーションですね。内訳のフォーメーションって221のフォーメーションです。これ振られても振られても諦めずにその思いをぶつければいいんですよ。中村君は何回告白したんでしたっけ。僕はですね、延べですね、1人に10回以上はしたことあります。これはね、気持ち悪いって言う。気持ち悪いと思われたら気持ち悪いかもしれないけど、本当中村君は本当黙ってればイケメンなのにもったいないよね。そんなこと言ってってしょうがないじゃないか。へこんじゃった。すげえ笑いが来たけど。へこんじゃった。でね、あのここに出てない項目で、あと VTR にも出てない項目であったのは、ギャップがある人。ギャップ大きい。ギャップあるじゃない。ギャップあった。結構だいぶ好きになったもん。でしょ。うん、マジですか。あとは、あと一つ出てきたのは、あの身長がある人。あれ、中村君何センチでしたっけ。あの僕170なんですけど。本当に。はい。そうなんですよ、170なんですけど、あの一緒に行ったディレクターもですね170未満なんですけど、2人で激震して帰ってきました。はい、じゃあちょっとそれまとめてくださいよ。はい、というわけで、あのこういう結果があります。で、多分ね、女性に対してどう思いを伝えるかだと思うんですよ、うんうん、だから諦めずに明日があるさっていうことで内面を磨こうということでですね、あのそんなに気にならないでいいんだよっていうことです。男は顔じゃない、はい、そうだ。ダメだ、今年も落ちるのか。コロさん、諦めないで。なんだこれ、ついに俺は現状まで。Yahoo!Seishien.tv。 マイちゃんが来た。マイ、新しいカラオケボックスできたから行こう。行く。やっぱり告白なんてできない。
こうやって見守ることしかできないのか。うっけー、諦めろ。ああ、もうついに現状まで聞こえてきた。幻ではない、勇気が出ない、うっけにエールを送れー。レーレー、うっけー、レッレー、うっけー、ホース Produced by Rockers Incorporated。飛び出せ学生支援 TV。 頑張る学生相談チャンネル、ボレロ。切られましたね、さっきの。さっき引きずるな。CM でリセットしとけ。びっくりした。だいぶだってカウントしてるのに喋るんだもん。だってまとまりきれなかったのもん。うん、てかもうそれ引きずらない。とりあえずこれ初めてよ、このコーナー。だってなんか家みたいな雰囲気。言ってたよ、このコーナーの初めてよ。うん、すいません、なんかあの本番中にダメ足いただきました。じゃあすいません、私がやります。さあ、このコーナーでは皆さんからの相談にお答えしていくコーナーなんですが、今日の相談一発目はなんと鈴木エレナちゃん。おい、うん、はい、そうなんですよ。前回の質問、あ、相談で、うん、あの無理なく痩せる方法ないですかっていう。ありました、ありました。ありましたよね。あれで私も困ってる学生の力になりたいなと思って、なんか私なりにちょっと企画を考えてみたんですけど。あら、でそれを、まあ、それを実現するために何かアドバイスいただけたらいいなと思って今日お話ししてるんですけど。いいじゃないですか、前のめりな感じで。いいじゃないですか。ねえ、なんか、私が今ちょっと興味あるのは食事、その無理なく痩せるってことでやっぱ食事が大切だって話前回なったじゃないですか。なりましたね。食育アドバイザー、栄養をちゃんと取った上で痩せないと、あの綺麗じゃなくなっちゃうからね、ボロボロに肌とか ね、 そうですね、なっちゃうし、健康イコール美容ですから、これは間違いないですよ。間違いない。やっぱそういうの、うん、知らないと失敗しちゃうじゃないですか。あ、そうそう、あの、うん、一食食いダイエットとかしちゃう、ね、間違えたダイエットとか、やっちゃうやっちゃう。町宮もやった。炭水化物抜いて肌ボロボロになった。あ、そういうのを食育アドバイザーっていう資格をちょっと取り勉強しながら、うん、皆さんにアドバイスできたらいいなと思って、うん、その今やっぱり受験生が勉強してる時じゃないですか、この時期って。もうすぐ受験って言って、うん、でやっぱり夜遅くまでやってると夜食とかついつい食べちゃうじゃないですか。食べたくなるよね。でそういう多分食べたくなっちゃう気持ちは、まあ、あると思うんで、それをいいものに変えるとか、なんて言うんだろう、その、うん、頭にいい何かが入ってるとか。どこさヘキサエンさん、どこさヘキサエンさん、どこさヘキサエンさん。何回言うんですか、三回。早口言葉みたいな。そういうのやっぱりアドバイスできたいなと思って、そういう食事紹介みたいな、うん、私も知りたいです。どうでしょうか。ものすごくいい話じゃないですか。うんうん。うんうん。え、その企画を、はい、3月までやろうかなって今考えてるんですけど。シリーズものにするってことですか。はい。お、グイグイいきますね。どうですか。3月前ってことは今10月でしょ、うん、11、12、1、2、3、5回、うん、シリーズものにしたいと。素晴らしいじゃないですか、はい、どうやったら実現できるかと。ちょっと待って、もう一回いい。まず食育アドバイザーの資格を取るの、はい、取りますね。勉強します。それどんな感じなの、難しいんですか。なんかそういうメニューを作るっていう課題とかもあるんですよ、その中で。勉強、なんかビタミンが何に効くとか、どういう食品に含まれてるとかっていう勉強がその資格取る間にできるんで、それを勉強して、あ、じゃあこれ取り入れてみようかなっていうので自分の中でメニューを考えたり。オリジナルですか。はい、すごい。そういう課題もある。だってどれぐらいの期間で取れそうな。あ、自分が勉強してその中テストみたいなのがあるんで、それを提出する感じなんですけど。ほう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 。じゃこれから資格については詰めていこうと思ってるんですけど。それプラス、それをしながら、はい、あの職は、その学生さんを応援する何かしらの献立みたいなものを紹介するってこと。はい、いいんじゃない。やればいいじゃん。うん、いいですか。やりましょう。答えができてきてしまうけども、うん、受験生のために来年3月までその、そういうことか、企画をやるってことですね。あ、毎回ずっと受験生のためってこと。
はい、そんな感じです。あ、どうでしょう。じゃあこれはそのなんだろう、勉強がはかどる成分とかあるわけでしょ。どこさえきさえんさん、どこさえきさえんさん、どこさえきさえんさん。3回来た。別に振ったわけじゃないから。絶対振られたと思ったの。あと、何、脳を活性化する。どこさえきさえんさん。3回目はやめようよ。うん、そういった眠気を覚ます、カフェイン、カフェイン、カフェインだったのが、それを取り入れたあの夜食を提案すればいいね、実際作って。ああ、そうですね。お魚のコーヒーがけとかそういうこと。ストレートすぎるね、それね。コーヒー煮込み、魚の目玉、うん、とか。ストレート。もう頭に。果てはあごね、料理できない。できるできる、普通にできる。っていう感じ。あ、いいですか、こんな感じ。じゃあそういう感じ。実際料理するところを撮っちゃう。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。あ、料理上手ってことだよね、この今までの流れを考えると。そういうちょっと家庭的な女よ、私は的なアピール。アピール。結構普段もなんか家にある食材でパパってやったりはするんですよ。パパってやっちゃうんだ。いいね。実家暮らしでそれできる女の子なかなかね、うん、高校生にして偉いじゃん、うん、伊勢さんなんか口数が少ないけど。得意料理は納豆ご飯です。何ご飯？納豆ご飯って何？納豆卵。納豆卵。混ぜるだけ。じゃあ5分になりましたので、はい、この辺でじゃあまとめますか。はい。町宮さん、まとめます。カメラ、カモン。来た。じゃあ鈴木エーナさんからのご相談でしたが、では来月からスタートということで、エーナの受験生のための献立を教えちゃうコーナーをYOU やっちゃいなさい。はい、5、6、7、8、GO! GO! Let's go! You are number one! はい、じゃあ私の企画頑張ります。まとまったじゃん、今回できたんじゃない。まとめるのうまいね。いい感じですね。素晴らしい。コメント来てますか。有酸素運動だな。運動も大事だね。運動も大事だね。これもいいじゃん。食事プラス運動とか、はい、あとね、美味しいかそれっていうコメントはあれかな、あの目玉の煮込みの話のこと。コーヒーコーヒー煮込みかな。絶対美味しくないと思う。コーヒーダメかな。紅茶煮込みならいけそうじゃない。どう、カフェイン入ってるでしょ。入ってますね。入ります。どう、紅茶に。なんかある意味痩せそうです、なんか。まあまあ確かに、ある意味。じゃあまあ次いきますよ。はい、はい、次行きましょう。じゃあ、エナちゃんそれから頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ次、あの相談が来てるんで、これ、リセ、はい、読んでもらえますか。はい。はい、たこ焼きさん、高校3年生の方からです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。僕は今エスカレーター式で大学に進学予定なのですが悩んでいます。なぜかというとお笑い芸人になりたいと思っているからです。両親や友達は大学は出ておけと言います。でもそんな中途半端にやって売れるような甘い世界ではないと思ってます。周りの言ってることも分からなくはないんですが、どうしたらいいのか分かりません。皆さん教えてください。はい、進路の問題ですね。難しいな、お笑い芸人か。まあ、うん、芸能の世界を目指すっていうことで、まあ、その辺は私たちも、まあ、僕らも通ってきた道ですね。そうなんですよ、先生。ああ、そうなんですか。私たちそうなんですよ。先生。いや、2人はさ、これからまだあの進路はいっぱい選べるけども、うん、僕らはもうその進路を選ぶ経験をしてきたわけじゃないですか。まあすでにね、反対されました？あ、もちろんものすごい、ご反対でしたよ。あ、そうなんですか。はい。そんな危ない世界に。え、じゃあどうやって説得したんですか。説得はどういうふうにしたんですか。夜中の話し合いですね。夜中に話し合いをしたの。はい、どうしてやりたいんだみたいな、なぜその道なんだ、他の道ではできないのか、仕事をしながら何か舞台とかやるという趣味ではダメなのかみたいな話をしては説得ですね。ただ私はもう大学はもう卒業の時の話だったので、まあ、大学行っとけよって話はならなかったんだけど。あ、そうか。なるほど。大学ね、
もせっかく…あ、でも、あ、ふりなちゃんがまさにそうじゃないですか。大学行くんですよね。行きますね。でも私やっぱり大学は大学で 出たいなって今思ってるので、まあ欲張りなのかもしれないんですけど、両方やるっていうのは。じゃあもしだよ、じゃあ大学入ったとして、その後にすごく大きなお仕事いただいて、全然学校行く暇なくなった時にどうしますか？どうするんだろう。その時に仕事をカットしますか？学業をカットしますか？でも今目指してるのがその仕事の方なので、多分仕事取ると思います。お母様大丈夫ですか？あのお母様でも要素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 な。ほら大学ってでも自主性に任せられてるところがあるじゃない。自分で自主性自主性、うん、カリキュラム自分で作ったりとか、うん、まあね、自分で開ける時間もあるじゃない。文系だと結構まあいろいろできますね。だからそう、大学で勉強しながら芸の道を目指すっていうやり方もあるよね。まああのこう言っちゃなんですけど、大学生結構暇ですから。うん、そうなんですか？いやいや忙しいですよ。忙しい。大学生。忙しいです。理系は結構忙しいですよね。そうですね。理系はなんかもう授業詰まっちゃってるんで。そう、理系の方はもう必修の授業とか取らなきゃいけない単位っていうのが決まってるので、空きコマを自分では設計できないですよね。あとプラス、まあ、数学科でしたっけ？そうです。数学科は実験ないかもしれないけど、実験のある学科の方々はもう夜遅くまでとか朝早くまでとか、あ、やってますね。もう終電関係なく実験やってますから、やっぱ理系入っちゃったらやっぱね難しいと思いますよ。なるほど。じゃあ理系に入んないでまず文化文系に文系に入って、まあ、私その学生時代学生演劇やってたので、その頃自分でそれこそやってましたね。卒論書かなきゃいけなかったので書いたんですけど、卒論を書くその、まあ、自分のコースとか決めるじゃないですか。ゼミとかを決めるんですけど、その時にある程度調査して自分の時間を使えるゼミと作れるゼミと、あとは先輩方と一緒にやんなきゃいけないので、やはり時間に融通の効かないゼミというのがあるんですよ。それを自分で見極めて完全に自分の単独行動で卒論をかけるゼミに行きました。あ、もうじゃあ最初からそれを考えてそれにチェックしなきゃいけない。そうです。だからまあ活動時間は長いですよ。正直夜中に学校戻っていろいろ卒論を書いたりとかっていうことはもちろんありましたけども、その演劇とかだと他の人と合わせなきゃいけないので、時間こっちは融通つけなきゃいけないので、例えば10時とか11時までは劇団の練習をして、その後大学に戻って卒論を書くとか、家に持って帰って卒論を書くとか、それはやってました。なるほど。うん、不可能ではないとは思うが、うん、どうでしょうね。うわぁ、もう結論出すぞこれ大変、うん、あ、そう、あ、そうか。じゃあお願いします。町宮先生の結論は、悩みどころですな。でも親も大事なので、親が安心するように大学行きつつも芸のことも手を抜かないぐらい気合が入ってるなら芸も目指せ。確かに。結論、はい、5、6、7、8、ゴーゴーレッツゴーユアナンバーワン。じゃあ両方とも頑張れるように気合で乗り切ってください。というわけで参考になりましたでしょうか。はい、じゃあ、相談コーナー以上でございます。はい、はい、じゃあ次はですね、CM の後はインフォメーションのコーナーです。あと30秒ぐらいあったよ。おっと、今10秒って見えたと思います。はい、かなとかあるので、まあ、それ見極めるためにも大学の中でね、いろいろやってみるのもありますね。あ、そうですね。大学の中で頭角を表すのも、ね、これは手だと思いますよ。はい、はい、三谷幸喜さんとかもね、大学時代からすごい人呼ぶような芝居やってたみたいですから、それもあり。志望校は決まってるのかな。もちろんですわ。どちらですか。私ども偏差値の高い大学にしか興味がございませんですの。偏差値ですか。偏差値の高い大学に入っておけば将来何かと有効でございますでしょう。その他に何か教育上を大切にしてらっしゃることはありますか。その他ですって。先生、受験生にとって偏差値より大切なことが一体この世の中にあるでしょうか。
私の頃なんか偏差値の高い大学に入れば就職は余裕しゃくしゃく、それに今のうちにうんと頑張っておきたいすれば大学に入ってから多少遊んだら大概取れます。お母さん何時代遅れなこと言ってるの。偏差値だけじゃ今の日本を渡り歩いてはいけないの。簡単に諦めない辛抱強さや円滑な人間関係を作り上げられる柔軟性、多様化される社会の中でも埋没しない個性、つまり人間力を高めることが一番に求められているのよ。私の行きたい大学は偏差値だけじゃ決められないの。学歴社会は終わったのよ。あなた、いつからママに口答えを。お母様、ご安心ください。僕たちには学生支援 TV がついていますから。学生支援 TV？ そう、学生の未来を応援してくれるインターネットテレビ局、それが学生支援 TV です。学生支援 .TV Produced by Rockers Incorporated。 飛び出せ学生支援 TV。 インフォメーションのコーナー、バレーよー。さてではインフォメーションをお伝えしていきます。さあ、いつも申し上げておりますけども、この番組では出演者募集しています。ここに座りたいよという学生パネラーになりたい学生さん、レポートをしたいよという方、学ラン調査隊に入りたいよという方、あとここで一緒に生放送を観覧したいよというお客様も大募集しておりますので、ぜひぜひいらしてください。待ってます。一駅にしてあればすごくない？そして私たちに解決してほしい相談、エイナちゃんに解決してほしい食の悩み募集しておりますので、やってみてください。何でも答えて作ってくれるということで期待しておりますので、無茶ぶり OK、 OK、 お待ちしております。さあ、そして告知がある方、はい、行ってみましょう。鈴木さんから。はい、ゼロキッズという団体に興味ある方はゼロキッズで検索をしてみてください。それに興味のある方は、まあ、連絡とかお願いします。よろしくお願いします。軽であのゼロキッズのゼロは、ゼロキッズのゼロは英語です、ローマ字です。じゃあ検索すれば出るんですね。そうですね。はい、はい、ちょっとぜひ今検索してください。はい、ではリセちゃん。はい、私はですね、まずは1番はリセバースデーライブ、16さんのバースデーライブを10月30日にやります。はい、会場を追いつかウェルカムバックさんです。仮装大会もやります。そして今日はですね、この後四谷天窓というところで歌ってきます。もし空いてる方はぜひいらしてください。そして学生支援 TV スペシャルライブ、12月15日出演者も募集中ですので、ぜひ皆さん学生支援 TV のホームページ、これはい、ぜひご覧になってください。よろしくお願いします。お願いします。そして、はい、学ラン調査隊のですね、依頼内容を引き続き募集しております。頑張ってここでまとめ上げるんで頑張りますんで、依頼待ってます。はい。間違えた、間違えた。今何が起こった？何も間違ってない、大丈夫だよ。じゃあ私も告知していきます。どうぞどうぞ。はい、私、ワッチミーナ、これマッチミーナではございません、ワッチミーナでございます。ワッチミーナ2014の BS 富士さんの番組のワッチミー TVTV というのがあるんですけども、そこのイメージガール3名を選出するサバイバルオーディションを今40名おりまして、そこでちょっとバトルが今始まったところなんですが、ちょっとマッチミーナ今成績散々でございまして、皆様のお力をお借りしたいという今熱い思いでおります。なんか浴びてましたね。ですので、ワッチリーダーで検索するか、もしくは私のブログを見てください。今なんとなんと初めての水着のお仕事に挑戦しておりまして、初めての撮影会や水着で生チャットとかやってて、応援してください。マッチミヤー。 Yes、 いうことで、マッチミヤーと30歳、他の子にはできないセクシー路線で勝負しておりますので、大人の色気を感じてこい。この番組じゃ見れない、この番組じゃ見せてない、そんな私の一面が上昇に上昇に出てきてますけど、大丈夫ですか？いけないわ。ということでした、告知。ありがとうございます。張り切っちゃったよ。そんな感じです。はいはい、こんなメンバーでお送りします。いかがでしたか？いや、すごい楽しかったですね。なんかみんな個性的でしたよ。みんな個性的でした。言ってくださいました。あれ、えのちゃんも告知あるじゃん。学生支援 TV 出るんだから、ライブ。あ、え、そうだよ。ライブ告知なんか。ライブ出るじゃん。あるじゃん。あ、私もこれ出るので、はい、見に来てください、皆さん。
12月15日です。えなちゃんも出演します。お昼私も歌います。そうだよ、そうですよ、私告知ないでがあるよ、あるよ、そうだよ、歌いますよね、あこでも。さあ、こういうタイムがなって1時間が経ってきたということでね、うん、いや今日もいろいろありましたけども、いや今日ね、学ラン調査団でちょっと恋愛の話しましたけども、はい、やっぱ学生の皆さん、今思春期ですよ、まあ、思春期抜けたからこうやって言えるんですけど、そういう時代ってやっぱ自分がね、どういう女子に見えてるのとか、まあ、女子も男子にどう見られてるのか、そういった恋愛の話っていうのはすごく実は人生の中でもかなり大半を占めている部分になっている方がほとんどじゃないかなと思うんですね。私もそうだったんですけど、そこで悩みを持ってたらそういうのもやっぱり解決していきたいなというのがこの学生支援 TV ですので、はい、まあ、学校では教えてくれないことを教えられたらなって思ってるので、恋愛の話とか、まあ、体の悩みとかも全然相談してくれていいですよ。私しっかり答えますから、はい、心の悩みとかね、いろいろ寄せていただけたら、私たちもできる限りのことをしたいと思ってます。はい、学生の皆さんのために僕ら一肌脱ぎます。そうですね、次回もなんか面白い調査があっていいですね。もちろん考えてますよ、いろいろ楽しみにしててください。さあ、こんなこんなでしたけども、さっきジョロップ聞いたけど、はい、どうですか1時間振り返ってみて。そうですね、なんか1時間結構その、まあ、学生調査隊の、まあ、あれですね、学ラン調査隊まだ学生じゃないんですよ、恋愛のとかすごい興味あるんですよ。おー、やっぱりそうなの。面白かった、面白かったです。なんなら調査隊入るかい。ちょっと検討してみますね。そこは即答じゃないんだね。いや、真面目に。ちょっと最後真面目になります。真面目に考えてください。うかつなこと言えないから確かに。でも鈴木さんもね、本当にライブに向けて準備もあると思うんですけども、もうすごく今日で期待感高まってるんで、楽しみにしてます。はい、ちゃんと期待に応えてみます。ちょっと噛みました。ミュージカルやっちゃってもいいです。あ、じゃあミュージカルやっちゃって。ミュージカル交えてます。いや、変なキャラがね。本当にとんでもないやつ連れてきたの。強力キャラが止められた。面白かったですけども、いい意味ですよ。いい意味で。ちょっとまた今ね、集めてるんでね。はい、そうですよ。てか足りなくない、さっき出演が。あと1ヶ月半でしょ。え、頑張んなきゃ。1ヶ月半だよ。そうですね。どうするの次回、大丈夫人集めのダイジェストになっちゃうからね。大丈夫そろそろツンツンしてくれ。頑張れ頑張れ。ツンツンしてくよ、ちょっと。本当に大丈夫かな。大丈夫かな。大丈夫だよ。大丈夫だよ。そうね、そうね。次回には、次回が、11月24日ですから、その時が、はい、ライブの、まあ、3週間前か。そうですね。その時点ではやっぱり始めておきたいですね。攻めてみたりして大丈夫。皆さんもリセのこと応援してあげてください。応募してくれてきてリセのことを応募してください。応募してください、ぜひ。そして探しに行きます。はい、エナはライブの準備は、はい、徐々に。こっちも大丈夫かメインチーム、そこの辺はぜひね。いや、間に合わせますよ。そうですよ、はい、そうですよね、はい、今いろいろ調整してるんですよね。そうですね、ちょっと新たなことに挑戦して、あ、さすがチャレンジ大好き。ライブに向けて実はすごい頑張ってるんですよね。これもね、かなり楽しみ、はい、楽しみ。ちょっと経過をね、いつか発表したいと思いますけどね。はい、次回まだ経過を発表します。はい、さあ、じゃあ本当に本当にもう1時間だね。寂しいな、待ちに。早いですね。ゆうきも寂しいな。私も寂しいな。寂しいな。何ですかこれ。